店舗のレイコスモスジャパン株式会社はボランタリーチェーンで展開するコンビニエンスストア会社である。本社を千葉県松戸市に置く企業である。創業者である滝口和夫はもともと大手コンビニエンスストアの加盟店を経営し、その後東京コンビニエンスシステムを経営200店舗を超えるまでに成長させた実績を持つ。その後1994年4月、 渡辺家隆と共に、資本金1900万円で、コスモスジャパンを設立、1996年7月には51店舗が加盟するまでになっている。その後も加盟店は増え続け一時期には102店舗が加盟し、北関東支社、横浜支社、福島支社がそれぞれあった。現在は規模が縮小し、千葉県の他に、東京都、神奈川県、茨城県、 埼玉県、栃木県が事業範囲となっている。1996年10月にはコスモスジャパンの他にエリアリンクフレンドマートによって商品仕入れの協議会が作られ、その後株式会社 VMN の業務提携を経て2006年2月株式会社キャフリテールサポートに参加している。大手チェーンは 売上総利益に対しロイヤルティとして40から50%を本部に支払うのに対し、ここでは本部に月額5万円の会費を支払う仕組みである。また、営業時間、定休日もオーナー判断で決めることができる。エビーコスモスジャパン2001年会社概要。エビーコスモスジャパン、順調に、チェーン店舗拡大。 厨房ありで、差別化1996年7月26日日本食料新聞、コスモス会社概要キャフ、昇流センター株式会社遠隔 VMN、コスモスジャパンと、業務提携、CVS500 点、突破2000年11月22日日本食料新聞、株式会社、キャフリテールサポート遠隔コスモスジャパン大手、FC チェーンとの比較。ありがとうございます。